受験まであと1週間になりました。どうしてもあと丸々点伸ばしたいんですけど、何か受験直前に伸びる方法ないですかね？という相談をたくさんいただいております。あるわけないでしょうって言いたいとこなんですが、実はなくはないんです。改めましてどうもハイチです。冒頭の質問はですね、学生からももちろん多くいただくんですが、最近保護者の方から非常にその質問をいただいてまして、今回ね、動画で喋っていこうと思うんですけど、ただ大前提として先に言っておきます。受験直前あと1週間でじゃあ得点を50点上げたいですと言われた時に、ほぼ無理と言います。自分はできないことはないと思ってますけど、劇的な変化を魔法みたいなテクニックを使って絶対上げる方法はないです。自分が今から喋る方法、実際に子供たちに実践させてたことで成功事例もあります。ありますが、全員が全員成功するものでもないので、万能ではないということはあらかじめ分かった上で聞いてください。それではまず結論からいきましょう。何をやるのかっていうと、もう問題解きまくってくれっていう話です。ちゃんちゃんっていうね、感じがするかもしれないんですが、まとめて凝縮するとそうです。もう問題解きまくってくれと。ただ闇雲に解いていっても、解いた分だけその比例して実力が伴わないんですよね。成績が上がっていかないと。じゃあ、あと1週間後の受験の時に得点アップにつなげるためにはどう問題を解きまくったらいいのか。まずは科目です。これはもちろんね、その子の状況にもよるので、状況によっては違う科目にすることもあるんですが、多くの子に使ってたのは理科です。なぜ理科なのかっていうと、高校受験において理科と社会っていうのは基本的に暗記科目ですね。暗記した分だけ得点に結びつくと。ただ理科の方が上がりやすいです、短時間で。なぜかっていうとですね、社会の方が複合問題が出されやすい、出題されやすいんですね。例えば、よく江戸時代っていうのは、入試でめちゃくちゃ出てきます。出てきやすいとこなんですね。長かった分、情報量もあるっていうのもあるんですけど、でも江戸時代の勉強をがっつり固めるじゃないですか。もちろんそれによって得点は上がるんですけど、歴史とかっていうのは江戸時代の、この大門が江戸時代が中心に出されているんですけど、そっから江戸の以外の話もミックスされちゃうんですね。その江戸時代の世界はどうだったのとか、江戸時代の話をしてたんだけど、選択問題には第二次世界大戦とか日露戦争とか日清も入ってますよねとか。だから他のところもミックスされやすい。でも理科に関しては天気の大問だったらほぼ天気で完結します。他の単元とミックスされることがあまりないんですね。なので受験直前に、例えばこの単元天気を固めて勉強しましたってやっておくと、大問で天気が出た時にそのダイレクトに得点につなげやすくなるんです。なので理科を重点的にもうがっつり固めてやっていきます。それではその理科をどう勉強していくかっていうと、例えば自分の動画を使うんだったら、天気のところをもう天気をやると決めてがっつりどんどん固めていきます。で、動画で見るんだったら必ず 1.25 倍速、1.5 倍速を使ってください。まず動画を再生します。動画止めます。で、紙に書かなくてもいいです。もう穴埋めになっているので、自分の動画はそれをチェックして、もう自分の中で答えを確認するんです。1番は何とか、2番は何とか。で、詰まった問題だけ紙にチェックしておいて、終わったら動画を早送りします。最後まで早送りして丸付けをすると。で、間違ったところだけどんどん覚える。覚えたと思ったら最初に戻る。もう一回言えるか確認する。最後に行く。できるか確認するっていう感じです。で、もし説明を聞く必要があるんだったら、その場所だけ持って行って 1.25 倍速もしくは 1.5 倍速あたりで見てください。今は1倍速再生じゃなくて、もう早く行きましょう。時間がない。もったいないんで、倍速再生を使ってどんどん固めていきます。一概に天気といっても何本も動画があるので固めるのは難しいですが、高校受験、つまり中学生の理科の単元で一つの単元を固めようと思ったら、頑張れば1日で終わります。保証します。1日でいける。そんなにいっぱい覚えらんないよと思うかもしれないんですけど、そこはもう思い込んでください。1日でできるわけないよって思ったら、できるわけないんです。できるんです。やるのって思って、もう限られた時間をこの2時間しか使えない。2時間でなんとかもう凝縮して覚えるぞっていう感じで、その日は天気って集中して、もその天気のために1日使ってください。ただこの方法をやるとですね、特に女の子に多いんですけど、やってる時に他の科目どうしようみたいな、他の科目もやんないとまずくないかなって思うかもしれません。それは
気持ちとしては非常にわかるんですけど、もうそんなにあっちもこっちもやってる時間がないんです。あと1週間なんです。1週間でその爆上げするというか得点を上げるためにはある程度の賭けが必要です。その理科に関しても天気をね、天気って決めてやったとします。でも天気が出なかったらもう意味がないです。受験において言うんだったら、知識としてはレベル上がってるんですよ、自分の実力は上がってるんで意味がないことないんですけど、受験だけに特化した話でしたら意味がなくなります。でも賭けなんです、そこに関しては。あの単元もこの単元もやりたいですけど、でもここ今自分にとって苦手なのはここだと、じゃあもう天気で取りに行こうとかで、取材傾向もあると思います。去年一昨年天気出てないから今年天気出るんじゃないかなとか、ただそれはもう全国全部分析はしてないのでわからないので、みんなに任せるしかないんですけど、自分でこの単元をやるって決めたらそこを固め打ちします。ここまでねガッて話してきましたが、まとめると、自分が思う短時間で上げるコツはターゲットを理科に絞る、そして理科の中でも単元を絞っていきます。でさっきは1日で1単元いけるよなんて話をしたんですが、もちろんみんなの状況によって2日かかることもあるでしょう。ただ短い時間なんかで勉強は無理だよっていう気持ちがある方は、それはもうぐしゃぐしゃってして投げ飛ばしてください。邪魔です、直前の勉強に。それを無理やり投げ飛ばして、短い時間でもきっちりやりきるんだって、上げてみせるんだって腹をくくんないと、ちゃんと。それが大事なんです。なので、まあ賭けも入りますね。やった単元が出ないかもしれません。でも出た時にはそれがラッキー、ラッキーというかみんなの頑張った努力だからね、それが得点に結びつくのは間違いないので、きっちり倍速再生を使って短時間で高効率になるようにしっかり覚える。で最後に、1日の寝る時にはその日勉強したものをちゃんと覚えてるか確認してください。で、朝が苦手、朝に勉強する時間ないっていう方もいるかもしれないですけど、もう受験1週間前です。朝ちょっと早く起きるのは頑張りましょう。朝早く起きて、昨日の夜、その前日の夜に勉強したことを朝覚えてるか確認してください。動画で止めてみるぐらいなら5分で終わります。5分で終わるから、前日入れたものがちゃんとの頭に残ってるか入れ直す作業を、夜と朝のセットをきっちりやって1週間過ごしてもらえたらと思います。